ロヘリオ、アントニオ・ドミンゲス・ロッペスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはゴールキーパー。1946年に、CA リベルプレートのユースに加入し、1948年に、ラシンクラブでデビュー。1951年からは10年以上にわたり、アルゼンチン代表としてプレーした。1956年に、 レアルマドリードへと移籍。レアルマドリードではキャプテンであったフアン・アロンソを押しのけて UEFA チャンピオンズカップの決勝に二度出場した。しかし、5シーズンの在籍期間において2桁出場は2シーズンのみにとどまった。1956年、1957年と2年連続でアメリカ大陸の最優秀 GK に選ばれ、1957年には、 南米選手権も勝ち取った。1962年にユース時代を過ごした CA ディーベルプレートへと戻った。その後も南米のクラブを転々とし、1969年に CR フラメンゴで引退。引退後は指導者として現役時代に所属した羅ンクラブなどのクラブチームを率いた。2004年7月23日に心筋拘束の試し去。 ありがとうございます。